ヌリトラノーアスプリーニアムノーマル D 弾は茶泉シダ科のシダ植物。細長い短状服用の葉をつけ、葉先からよく芽を出す。常緑性の小型の双本。根茎は短くて、直立か、斜めに立ち、輪片がつく。輪片は、紙質、皮心型で先端へ向けて、細くなり、お状に終わる。長さは4ト、mm、ル、幅0 7ト、mm、ルで、 黒褐色からほぼ黒まで。傭兵は長さ1 0トルほどだが1 5トルに達する例もある。暗視褐色からほとんど黒までで強い艶があり、表面には溝と二量がはっきりしている。洋芯はタム状を吹くようで、前傾は筆身型から、線状筆身型で、基部の方がわずかに狭く、中央より下よりの位置で最大幅、先端に向かって次第に狭くなる。 先端は鋭く細くとがあるが、軸先端で目を生じた場合、そこで切れた形で止まる。長さは10から4 0トル、幅は4 5トルほどまで。主軸は翼を持たず、上面に溝があって、暗視褐色。右辺は40対ほどになり、主軸に対して直角に近い角度で出て、柄はなく、三角上長楕円型で、先端は丸く。 長さは2センチメートル、幅は0 6センチメートル程度。縁は浅く、切れ込みが入り、基部は切り落とした形で、基部側は狭い楔び型、先端が突き出して耳状になっている。葉脈は単独下に差分しし、先端は葉の縁には届かない。胞子の群は長さ1から4ミリメートル。和名は塗り虎脳で、葉の形を虎脳だになぞらえ。 漆を塗ったような光沢のある傭兵を持つことから。日本では本州の茨城県、伊豆半島伊勢四国、九州、琉球列島に分布する。世界的にはヒマラヤからポリネシアにわたる分布域を持つ。森林内の湿った岩の上や、時にはやや乾燥した地上に出現する。倒木の上に出現することもある。本州は、州内での変異が多い。日本では、 以下のようなものがある。いずれも、主軸の成長に絡むもので、基本編種では、ある程度まで伸びたところで不定目を出し、そこで成長が止まる。同族でタム状複用の葉が細長くなるものには、他にもいくつかある。茶船子だ A トライヒャメインズや犬茶船子だ A トリプタラパスは、右辺が、より丸濃い。がもしだ A オリーガフラビームは、右辺に虚子が大きく。 また、寄部先端側が耳腸に強く突出する。他に、褒美子ホ英本土エンセも、同族で単羽上吹用だが、根茎が横に這うなど、独自の特徴を持つ。かなり形態的には異なるが、初心者には本種と同じに見えることがあるとのこと。なお、神がもしだとは混成することがあり、両者の雑種、アイヌリトラノーを生じる。これは見た目はほぼヌリトラノで、 ただし年性がないため、胞子能が萎縮している。以下、記載は、主として、岩月編、P150 巻野、P45 岩月編、P150 三つ田、P81 岩月編長、P150 池畑 P55 岩月編長、P150 池畑 P56。ありがとうございます。